マイア・ウソワは、旧ソビエト連邦出身の、女性フィギュアスケートアイスダンス選手で現在は、フィギュアスケート高知県国際スケート、連盟公式審判員。リルハンメルオリンピックアイスダンス銀メダリスト。アルベルビルオリンピックアイスダンス銅メダリスト。1993年世界フィギュアスケート選手権、アイスダンスチャンピオン。パートナーは、アレクサンドルズーリン。ロシア語読みでは、 マーイやウーサバが近い、旧ソビエト連邦のゴーリキーに生まれた。1980年、アレクサンドル・ズーリンと組み、アイスダンス選手として活動を始める。カップル結成当初は、ソビエト連邦の層の厚さから、なかなか国際大会への出場が叶わなかったが、1985年、冬季ユニバーシアード競技大会で優勝し、1987年、 東京ユニバーシアード競技大会では2位となるなど、頭角を表し始め、1988から1989年シーズンには、世界選手権と欧州選手権で2位となり、競合カップルとして認知された。プライベートでは1986年に、パートナーであるアレクサンドル・ズーリンと結婚した。1992年アルベールビルオリンピックには、 旧ソビエト連邦を中心とした合同チームの EUN 代表として参加し、銅メダルを獲得する。翌1992から1993年シーズンには欧州選手権で初優勝を果たし、続く世界選手権でも初優勝を飾った。1994年リレハンメルオリンピックにはロシア代表として出場。金メダル最右翼候補として臨んだが、 同じロシアのパーシャグリシュクエフゲニー・プラトフ組に敗れに銀メダルに終わった1994年リレハンメルオリンピック後に引退しプロに転校プロスケーターとなってから現役時代にライバル関係にあったエフゲニー・プラトフとカップルを結成した時期もあったまたコーチとしても活動しアレクサンドル・ズーリニアタチアナ・タラソワのアシスタントコーチを経て 後に独立。現在は国際スケート連盟の公式審判員としても活動している。ありがとうございます。